ではお時間になりましたので始めさせていただきます。お越しくださってありがとうございます。今日は原子力村住民で締められた原子力規制委員会同意人事案に反対します、強行する野田内閣に不信任を突きつけます、同意人事案を撤回してくださいという記者会見を始めたいと思います。では、まず小島さんの方から次の説明をお願いします。原子力規制委員会ですけれども、3.11 が終わってですね、があってですね、規制と推進が経済産業省で一体となっていることに問題があるということで、それを切り離して、規制は規制ということで原子力規制委員会を作ろうということで、法律も通りました。国会での法案審議の中で、独立性の強い委員会にしましょうということになりました。この原子力規制委員会は今官邸前で再稼働反対というふうにやってますけれども、個々の原子力発電所の安全審査を行って再稼働していいかどうかということを判断をするわけです。大井原発の3号機4号機はですね、野田総理が私が責任を持つと言って動かしたわけですけれども、原子力規制委員会が発足をすると責任を持つのはこの原子力委員会であって、官邸前に抗議に行ってもですね、私は決めるわけじゃありませんと、安全性の判断は原子力規制委員会ですからそっちに行ってくださいと、こういうことになるわけですね。もはや野田さんが責任を持って動かす、ということではなくて、原子力規制委員会が、責任を持って、いいですよと、いうことになる。それから、もう一つは、脱原発ということでシナリオの議論をやっているわけですけれども、政策は国会で決めるわけですけれども、今ある50基の原発をどうするのかと、一つ一つの安全性の審査というのも、これも原子力規制委員会がやることになるんですね。そういう意味では大枠を作っても個別の問題は全てこの原子力規制委員会が決めるということになる。でこれは独立性の強い委員会ですから、一旦できてしまうとですね、総理大臣も大臣も口出しをするのは政治介入ということになってしまうわけですから、総理が要請をしたりとか、これはいけないよと言っても、それは通らないと、いうことになります。それも委員長は5年間、更田さんと中村さん、田中さんで3年間やるということですから、この3人は法律あるいはルールの中でいう原子力事業者等に該当する。弁護士グループに検討をお願いをしたところ、この3人は欠格条項に当たるのではないかという、判断ですね。そういう規制されていた人たちが規制する側の中心に座って個々の判断をする。それも、少なくとも委員長は5年、中村さん、更田さん3年ですから、この、方々で決めていくことになると。もう一人大島さんという方もいらっしゃいますけれども、そういう、せっかくその官邸前で抗議行動をしていたり、あるいは、脱原発のパブリックコメントをしていたり、あるいは住民投票、国民投票でやっていてもですね、その声がこの原子力規制委員会に届かないと、あるいはこの原子力規制委員会の中、人事案の中身を見ると原発を推進してきた人たちばかりなので、
これではもう国民の声に対するもうゼロ回答というか、あるいは挑戦ということになります。